またあったなここは悪くない場所だ九条家の屋敷ほど広くはないが住み心地のいい場所だここの全てはお前が思い描いた通りに作られているのかこんな才能を持っていたとはなもし九条家の屋敷を改築するときはお前に依頼するのが良さそうだどうした嫌なのか <laughs> 安心しろ 無理にとは言わない実際今の九条家の屋敷がこの先変わることはないだろう少なくともここのようにはならないここは活気に満ち趣がある今まで私が感じたこともないものだ九条家の屋敷ほど広くはないが住み心地のいい場所だここの全てはお前が思い描いた通りに作られているのか こんなな才能を持っていたとはなもし九条家の屋敷を改築するときはお前に依頼するのが良さそうだまだ細かな要求も言ってないのに引き受けるのか <laughs> 安心しろ無理にとは言わない実際今の九条家の屋敷がこの先変わることはないだろう少なくともここのようにはならないここは活気に満ち趣がある 今まで私が感じたこともないものだちょうど暇を持て余していたところだお前がそう言うのならもちろん構わない私は一人になるのに慣れていて誰かと雑談をすることはめったにないだからお前が聞いて私が答えるという形式でいこうでは始めてくれんお前の今の表情 部下が公務の報告をしている時と同じだぞ言っておくがお前を部下だと思ったことは一度もない <laughs> やはり私と話をするのは難しかったか実は最近人との付き合い方を勉強していてなこのお堅い印象を変えようと思っているしかし人の感情はあまりにも繊細で完全に理解するまで時間がかかるだろう 弓道のように鍛錬を積むことで上達するのなら励む意欲も湧くんだがな <laughs> 本当かならお前にその練習相手になってもらおうこれからは積極的に私に話しかけてくれお前も問題ないな <laughs> ちょうど暇を持て余していたところだお前がそう言うのならもちろん構わない 私は一人になるのに慣れていて誰かと雑談をすることはめったにないだからお前が聞いて私が答えるという形式で行こうでは始めてくれないということはないが私が聞くからにはしっかり答えてもらうぞ答えられなければそれ相応の罰を受けてもらおう覚悟はいいか <laughs> やはり私と話をするのは難しかったか実は最近人との付き合い方を勉強していてなこのお堅い印象を変えようと思っているしかし人の感情はあまりにも繊細で完全に理解するまで時間がかかるだろう弓道のように鍛錬を積むことで上達するのなら励む意欲も湧くんだがな 本当かならお前にその練習相手になってもらおうこれからは積極的に私に話しかけてくれお前も問題ないな小さい頃から一人で事をなすのに慣れてきた生き物を飼いたいと思うこともあったがさまざまな要因から最後は諦めることになってな具体的な種類を考えたことはないただ 遊び相手が欲しいと思っただけだ奉行所には人が多く私はいつも外で任務を執行しなければならないそう思うとやはり遊んでやれる時間がないと考え結局やめた誰もそばにおらず成長を見届けてもらえないのは惨めだ動物も人間も天狗も <laughs> 確かにその通りだな ここで飼うのなら当然お前の意見を聞く必要があるお前はどんなのがいい赤トカゲとかどうだ常に一匹で行動しているし付きっきりにならなくても大丈夫だろう猫かだが猫の場合どうやって気分の良し悪しを見分けたらいいんだ主という身分の経験が私にはないから務まるか不安だだがこれはお前と共に決めたこと お前にもきちんと責任を果たしてもらうぞ。うん。だがお前の手はそう煩わせない。最も手間のかかる部分は私が負担しよう。そう、そばにいて成長を見届けてやることとかな。<noise> ああ。お前は一番基本となる餌やりと清潔を保つ仕事をやればいい。<noise> あその前にきちんと意味を込めた名前を考えねば。<noise> 焦ることはない。 いい名前が思いついたらまた相談しよう小さい頃から一人で事をなすのに慣れてきた生き物を飼いたいと思うこともあったがさまざまな要因から最後は諦めることになってな具体的な種類を考えたことはないただ遊び相手が欲しいと思っただけだ奉行所には人が多く 私はいつも外で任務を執行しなければならないそう思うとやはり遊んでやれる時間がないと考え結局やめた誰もそばにおらず成長を見届けてもらえないのは惨めだ動物も人間も天狗も <laughs> 確かにその通りだなここで飼うのなら当然お前の意見を聞く必要がある お前はどんなのがいい赤トカゲとかどうだ常に1匹で行動しているし付きっきりにならなくても大丈夫だろう犬か確か犬は尻尾を見ただけで考えていることがわかるんだったな主という身分の経験が私にはないから務まるか不安だだがこれはお前と共に決めたことお前にもきちんと責任を果たしてもらうぞうん だがお前の手はそう煩わせない最も手間のかかる部分は私が負担しようそうそばにいて成長を見届けてやることとかなああお前は一番基本となる餌やりと清潔を保つ仕事をやればいいあその前にきちんと意味を込めた名前を考えねば焦ることはないいい名前が思いついたらまた相談しよう ああ、おはよう先ほどすべきの練習を5回終わらせたところだだがお前が体を動かしたいというのならもう5回付き合ってやってもいいこんな時間に寝るとは何か悩み事でもあるのかあるとしたら私が相談に乗ってやるもしないのならそれに越したことはない私もお前が悩んでいるところなど見たくないからな ゆっくり休めうん気迫だけで言えばこの中庭は天領奉行府にも劣らない秩序だった中庭は人々に規則を守らせるための暗示にもなるこの通りへと独自に至るとは胸を張るといいこの拠点は一見適当な配置に見えるがよく考えてみると実に奥が深い。 私もこの中から大きな着想を得たお前は無意識にやったのかそれとも兵学を深く研究したことがあるのかいずれにしても軍の慣例としてこれほど卓越した者には報酬を与えるべきだな